にちは、藤谷です。で最近ねコロナ影響でスケボーを始めたっていう方から、まあ、DM でスケボーを教えてくださいとか、あとはそのどこで練習すればいいですかとか、まあ、そんなメッセージが来たりするんですよ。でまあ、あの僕練習会とか前にやってたりしたんで、あの、まあ、そこで練習する場所がこんなとこありますよとか、まあ、会社ではするんですけど、まあ、実際その様子とかわからないと思うんで、3月ぐらいかな、実際にその練習会っても1回やったんですよ。でその時の様子をちょっとね皆さんに見ていただきたいかなと思います。でその3月の練習会の前、1月か2月ぐらいに僕ちょっとね、あの同じ場所行ってたんですけど、その時にいたキッズたちがすごい成長しててね、すごいびっくりしたんで、まあ、その子たちにもちょっと撮らせてもらって、まあ、そんな様子も上げてるんで、よかったらね、チェックしてみていただけたらと思います。で、あと一個ちょっと宣伝させてください。FS とジンレックスのコラボ T シャツとか、このね、オリジナルの T シャツもまたちょっと残ってるんで、よかったらね、そちらの方もチェックしてみてください。では、映像の方行ってみましょう。どうぞ。おはようございます。兄です。池です。ゆうたです。さあどこ来てますか今日は。今日はですね、なんとかさらしな公園です。なんとかさらしな公園、ゴイパークです。ゴイパーク、みんなが通称ゴイパーク。今日は練習会ですね。はい、広いです。広い、とにかく広い。路面もまあまあそこそこいいです。路面はこんな感じでございます。まあギリ入ってるようにね、グリップ強めの、まあ、滑りやすい路面ですね。初心者か上級者。初心者か上級者。まあ、中学生までなら あそこにあるパークが無料で使えると思う。最高な設備が整っております。せーの、せーの、せーの、オーケスピンを練習してるんですけど、ちょっと勝負してもらう。俺から？はい。じゃあ俺取ってっていうか、こういう感じでいく。ゼロ回転。ゼロ回転？ゼロ回転ですか？お、すげえ。二回転。やったね。二回転だったけど。俺がゼロ回転やから。いや、俺じゃあ三回転回るよ。じゃほら、今の良かったでしょ。うん。おお、あもったいない。頑張れ。じゃあ次までできるようにしておきますよ。あ、わかりました、ありがとうございます。おお、めっちゃいいじゃん。めっちゃいいじゃん。今良かったよ。おみんなナイスだ。みんなナイスか。お、イエーイ。ここなんだ。おい、ここなんだ。よし、頑張れ。おい、よし、この流れで決めろ。おお、やったー。すげThank you.
うまい。いい。すいません、ステッカーください、はい、ステッカーください。1枚3万円かけーよ。視聴感覚3枚のところ 1万9000円。こっちもいい感じ。なんでね、今日はなんと対応してくれるもんね。いっぱいな、こうやって電話持ってんだけど全然来ない。びっくりした。おー、今のはいいんじゃないですか。するんかい。おい、ふぅー、おっ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 、あ、やばい、取れてなかった。いけー。